皆さんこんにちは L4WVU ですこの動画チャンネルはアマチュア無線の自作の楽しみを広める目的で初心者向けの無線の回路実験トランシーバーアンテナの制作やものづくりのアイデアなどについて紹介しています本日のの動画はアンテナの実験です。 皆さんはガワントという小型の高帯域のアンテナをご存知でしょうかロットアンテナとバリコンでチューニングを取ることで HF 帯の斜めが暗い以上の帯域に簡単に合わせることができる人気のアンテナです。この手軽さでもっと上の周波数まで使えたら良いと思いませんか今回は VHF 帯の1 0 0メガヘルツ以上まで使う方法を考えて実験してみました。 これ一本で短波放送からアマチュア無線の50メガ、そして FM 放送まで楽しむことができます。内容はスライドに記載の通りです。まず、ガワントというアンテナはスライドの右の手書きの回路図のように並列共振回路に短いロットアンテナを接続したものになります。ロットアンテナは使用波長に対して短ければ、 インピーダンスの高い並列共振回路に接続してもあまり影響はないので、そのまま周囲の高周波を拾うような動作となり、小型で高帯域にチューニングできるアンテナとなります。ただ、並列共振回路なので、周波数帯域はバリコンで可変できますが、HF のハイバンドをカバーするのが精いっぱいの範囲になります。このアンテナは、 簡単に作れるのでラジオ受信などに使っていたのですがこのまま VHF まで帯域が伸ばせれば旅先でフーム放送の受信確認もできて便利だと思うようになりましたどうすればできるか簡単に考えると共振回路でコンデンサーは可変できることからコイルの巻き数を減らせばよいということになりますこれを図にすると左のようになります早速 実験してみたのですがさすがに VHF までカバーできませんでしたまたスイッチで切り替えるのも面倒なので2連バリコンになっていることを利用して2つの共振回路を持つ右の図のような回路を考えてみましたここでまた実験をしてみたのですがバリコン側ノーアースを浮かせることで VHF もカバーできることが分かりました最終的な回路です 記載がないのですが、トロイダルコアは T50 の6を使用しました。いろいろな位置のタップ数で試してみた結果、良かったのはスライドの図のような巻き数の回路でした。同じトロイダルコアの中にハイバンドとローバンドの共振回路を個別に設けることでリターンダスが最大になる点が2つ取れます。ここでは7から30メガと 25から 120MHz まで切り替えなしで使えそうだったので製作を進めてみることにしましたケースは 3D プリンターを使って見栄えを考えてデザインしましたポリバリコンの円形のダイヤルに周波数表示をつけることで操作性が格段によくなりますデザインは無償で使える f u 城360という 3D 360という 3D プリンター CAD を使っています市販品では作ることが難しいデザインでも 3D プリンターがあれば簡単に作ることができます価格もかなり下がってきて性能も良くなっているので自作をされる方は導入を検討されてはいかがでしょうかここで 3D データと実際に 3D プリンターでどのように作られているのかを簡単に動画で紹介します 試作品ののののバリコンの容量と共振周波数の動きについての測定データです。この図で示すようにそれぞれ2つの共振点を持ち7から 30MHz と25から 120MHz をスイッチなしでカバーできるものができましたこの写真はネットワークアナライザーでリターンドスを見ているところですこのデータから VHF の SWR は 25から120メガまで1.5以下となっていることが分かります HF の SWR は高めですがこれは共振回路と同軸側のアースを分離しているためでこのアースをお互いに接続すると HF 対の SWR が下がります次の動画で実際にポリバリコンのダイヤルを回して SWR がどのように変化するかご覧いただけます 画面で2つの共振点がディップ点として見られますが、このディップが深いほど SWR が良いことになります。また、この2つの共振点はポリバリコンのダイヤルを回すことで同時に移動します。つまり、スイッチなどで切り替えすることなしで、ハイとローのバンドを共用できていることになります。 ここで実測した各周波数における SWR をまとめておきます先の説明の通り共振回路と同軸側のアースはこのアンテナでは分離しており 20MHz くらいを境にアースを分離化、接続化で SWR を改善することができますここで21と 24MHz は SWR が下がらなかったのですが受信機をつなぐと感度が上がることはわかるので 受信用としては使えると思います。そして VHF 帯は高帯域で SWR も下がっているので FM 放送の受信には役立つと思います。実際に使ってみるとタントもこれまで通り聞けて FM 放送も楽しめるのでこのアンテナの出番がさらに増えました。実際 FM もそれなりに聞こえるので旅行の時にローカル FM 局が どのくらいい受信でできるか楽しんでいます。最後にこれらの周波数帯を自作の受信機を使用して受信しているところを動画でご覧ください。 動画のご視聴ありがとうございました。このアンテナは2020年頃に制作してハ布していたものです。最近はたまにしかハ布していませんが、もし見かけられましたらよろしくお願いします。このチャンネルでは自分が制作した作品の他にアマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ高評価やチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。 それでは次の動画でお会いしましょう。